それではお時間となりましたので、これよりサクソバンク証券ウェビナーを始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。ここからは短期も中長期も暴落相場にも対応できる米国株投資の極意ということでお届けしていきたいと思います、はい、石原潤さんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。石原潤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、さあちょっと、セミナー本題に入っていく前に、うん、まあ時節柄ということもありますが、ちょっと距離を取らせていただいてね、はいあっちの方行かないでくださいね、はいはい、それからこんなカメラに映ってる、はい、ギリギリぐらいでね、はいはい、消毒液なんかも用意させていただいてウェビナーをお届けしていきたいと思います。はい、皆さんもね十分に注意をねしていただきたいなと思いますが、パソコンから感染するってことはありませんね。はい、そうですね。サクソさんには本当気を使っていただいて、はい、もう消毒体制を整えていただいてありがとうございます。そしてですね、セミナーの最後の方には、皆さんからいただいたメッセージ、それから質問にもお答えいただこうかなと思います。はい、ちょっと時間が許す限り、はい、ということになりますが、まあこんなご時世なんでね、これからどうなるんだと、まあ、心配な方はたくさんおられると思うんで、でまああえてね、今日もうこんなご時世だからセミナーやめようかっていう話もあったんですけど、逆に個人投資家の人からどうしたらいいんですかみたいな話が多くて、まあこれはやっておかないとダメだなと。それでね、まあ私もあんまり出てきたくないんだけど、外に本当は。それでもう一つはね、短期と中長期と暴落相場にも対応できるって書いてるんですけど、皆さん、そんな虫のいい話があるのかと思うのが普通なんですよ。で、それはね、私はね、このどこの企業もすごく固定費が高くて、まあ、例えばこういうビルの中に入っていると不動産代、一番でかいのが人件費、まあ、その他もろもろ税金からものすごいコストで企業というのは動いているんです。でそれがね、何ヶ月生産できないとか営業できないとかイベント自粛とかになってると、もうすぐ食い込まれちゃう。いくら駅持っててももう固定費のでかいところっていうのはずー、それがキャッシュフローなんです。逆にいくら借金持ってても日銭の入ってくる企業は回っていくんですね。だから世の中黒字倒産ということもあるので、はい、で私はね、皆さんに倒産リスクを、取ることはこの局面では進めないわけです、うん、普通の景気後退でないから。今までね、日本はね、皆さん1951年以降、15回だったっけ、景気後退局面があるんです。はい、それは、普通に景気が悪いという話なんです、はい、単なる資本主義というのは景気の上昇と、まあ、下落みたいな循環がありますもんね。循環を繰り返すというね、もともと体制なんで、必ず好景気不景気あるんですけど、それはね、単なる循環的なあれであって、今回のは日本だけでない。そうですね、90年のバブル崩壊、日本だけがバブル崩壊しとって、90年代は予想は全部良かったわけですよ。全世界悪くて、でそれも目に見えないパンデミックリスクと、はい、いうことでね、まあもうその例になるのは SARS とかそういうことじゃなくて、ペスト株か、もう何世紀前とかそういうことなんですね。でまあパンデミックのあれで言うとね、1回では絶対終わらない。1回感染のピークを迎えて収束しそうになって、2回目がセカンドウェーブっていうのが必ずあるんです。集団免疫みたいなのができるまでみたいなね、はい、でそれでまたやって、まあひどいと3回くらいあるんですけど、うん、まあ2回は必ず来ると。で今ね、ちょうど収まっていくと思うんです。春晩になるとどういう病気も止まってるんです。春になると、で秋に再拡大と。だから今もうこれで収束したって言ってると、ちょっとね、間違うかも分かんないということで、うん、まあ今日ね、大体この本編の内容は1時間を予定してるんですけど、はい、まあ時間なくなると資料がね、枚数が多いんで、ね、淡々と進めていきたい。はい、でメッセージ、質問なんかもね、はい、送っていただければと思います。あれ、はい、じゃあ行きましょうか。これ進まないんだけど、進まない。あ、これえクリックしていただくといいんじゃないかな。いいかな下のところですね。あ、これだ、うん、はい、これね、今言いましたように、過去のね、日本の景気後退っていうのは、1951年から15回という話でしたね。はい、
で、その普通の景気後退とか、まあその中にはリーマンとかね、ドットコムバブルの崩壊とかいろんなものがあったんですけど、うん、ですね、それの、その景気後退期、日本が景気後退に入った期間の平均的な下落、日経平均の、はい、これは 29% なんです。だから、今ね、日経平均って 32% でしたっけ、下がってるんで、まあ3割ぐらいですよね、うん、大体ね、これ平均的な下落じゃないですか、はい、だから私はね、そんな下落では今回のこのパンデミックと、でパンデミックリスクっていうか、この COVID-19、まあ、コロナウイルスの問題っていうのはきっかけになっとるだけで、この12年間散々バブルを積み重ねてきて、それが崩壊して逆回転している。あとはグローバリゼーションももう終わっとるわけです。もうどこも自分の国さえよかったらいいと、はい。アメリカなんかカナダにもマスク輸出するなと、3M は何やってんだっつってトランプが終わって、はい、もう鎖国なんですね。で、日本からもう全部帰ってこいとアメリカに。江戸時代ですよ、皆さん、うん。だから私はね、こういうグローバリゼーションのそのまあ、動きがもう巻き戻しはずっと始まってるって言ってるんですけど、いよいよそれが盤石な、もう完全に巻き戻すと、はい、アンワインドになるということがね、うん、これから出てくると。で、これ私が注目しているグッゲンハイムパートナーズのスコット・マイナードさん、はい、まあ、グッゲンハイム美術館で有名な、まあ、あれですけど、そうですね、このね、スコット・マイナードが、まあ、最近テレビとかいろいろ出てくるんですけど、これはまあ、彼のところのそのウェブでね、3、4年間不況になると。うん、だからまあ、それはそう、不況になるっていうのと、相場が下がるっていうのはイコールじゃないけど、まあ要するにですね、3、4年間は不景気が続くだろうと。で、そこまでは抜けられないんじゃないかって言ってるんですね。で、もう今日ね、世界で一番大恐慌に詳しい人間というとね、皆さん、バーナンキなんですよ。バーナンキというのは学者で、経済学者で何を、研究 し,、はい、してたかというと、大恐慌の研究なんです。で、彼の結論は、大恐慌が起きて、中央銀行が失敗したんだと、政策に、うんうん、だからジャブジャブにせえということでね、経済的には何の効果もないって自分で言っとるんですけど、それで私は QE やったと。なぜならば皆さん、深刻なデフレ不況とかローレンス・サマーズが言う長期停滞っていうのは戦争でしか抜けてないんです。だから戦争するよりはマシだという理由で QE をやったと、はい、うん、彼はまあ言ってるんですけど、そのバーナンキは何言ってるかというと、スコット・マイナードさんと同じ3、4年は飽きませんと、うん、景気はダメだと、はい、となると今そう言いながらめちゃくちゃ金まい、うん、ばらまいとるじゃないかと、 FRB から何からもうジャブジャブじゃないか、天文学的なね、もうリーマンショックを超えるどこもか、あの対策をやってんですよ。だから金余りで、相場はこれからジャブジャブのバブルをまたするんだと。 QE1 で上がったと、2で上がったと、3で上がったと。 QE4 は無制限だから、もうこれから大バブルするぞと、このコロナウイルスが終わったらと。そうはうまくいくかということを私は思ってるんですけど、これだけのいろんな問題が起きて経済が元に戻るのかと、うん、いう問題が、はい、メタメタになっちゃってますもんね、うん、壊れちゃってますもんね、いや、それがね、元に戻るのかと。で、結局ね、元に戻らなかったら企業業績も GDP も伸びないと。だ、今アメリカね、株上がってるでしょ、ちょっとわーっと、全然出来高ないんですよ、うん、もう個別株から皆さん、シカゴの先のものからも全然出来高ない中、もう真空自体、はい、自分の買いで上がって自分の買いで下がるみたいな相場なんです。で、その中で上げてるんだけど、基本的には業績がついてこなかったら、株だけ上がってたらそれまたバブルじゃないですか。で、それがそのやりすぎて今崩壊してるのに、まあそううまくいくのかっていう話ですよね、うん、はい、で、これがその米国の失業率と景気後退シグナルと、これを皆さん、まあ細かい説明はともかく、下のサイドバーが赤くなったら株を買っといて、まあ比較的ほったらかしにしといてもいいわ、うん、いい時期と。で、青い時期は、危ないですよと、株買ってずっとほったらかしにして持ってると。で、これがね、この今皆さんチャート皆さん見ておられるのが、青いのが最初が
あ、これ入ってないんだ。これ直近しか入ってない。ここはリーマンショック。あ、それで、次にこれ。それにですね、ニューヨークダウの月足をプロットしたのも、はい、これなんです。で、これ見てると、これ青くなってますよね、皆さん、ここ。あれ、これ映らないのかな。あれ、矢印がどこ行ってます。あ、これだ。緑くんがいました、ここに。はい、この青い期間、はい、株持ってたらやばいですよ、期間なんですよ、うん。で、ドットコムバブルが崩壊して、IT バブルが、うん。まあこれ、ニューヨークダウだからそんな下がってないけど、まあダメだったと。で、ここがリーマンですよね。これも青くなった途端にもう大暴落ですよ。はい。リーマン。この前、失業率が 4.4 になって先週。青になった。青になっちゃったんです。うん。これはこれからはね、もう、ほったらかし投資とかなんかわけのわからないのが流行ってるらしいですけど、そんなことやっとったら大丈夫かという時代に入ってきてるわけです。でね、これがね、私はね、今回もうめちゃくちゃな PK を入れてるでしょ。要するに、アメリカ人の雇用も何も確保されてなくて、まあ、手厚い、その、日本に比べたらですよ、対策を打ってんだけど、要するにですね、人為で無理に景気を上げよう、あるいは相場をさせようと。で、とにかく今やってることは FRB の無制限介入、介入というか QE というのはね、全部不良債権引き受けますと、FRB が。もうむちゃくちゃモラルハザードの禁じ手なんですよ。で、それはね、日本が1000倍特許で世界に、はい、先駆けて PK をやった、あの、うん、東大出た頭のいい宮沢さん中ですね、当時の大蔵大臣が、はい、今の GPIF、年金福祉事業団ですね、昔の。それを使って PK をやり出したと。そうするとこれもうものすごいね、相場誤波動で上げて、ここで大天井を打っとるんです。で、これほっといたら、まあ2、3年うだうだしてももっと戻った可能性あるんだけど、下がるたびに PK を入れとるもんで、皆さん相場値の値幅か時間、日柄のどっちかで調整するわけですから、これ無理に宮沢さんが PK を入れたと。で、時の政権が全部株価釣り上げて支持率を上げたいもんですから、もうこれずーっと PKO の歴史で日柄調整です。はい、時間をかけてね。ね、20年というか、まあ、30年なんですよ、はい、そうですね、実際はここからは日銀に無理やりかわしてですね、無理やり上げてきたと。で、これも今 1,2,3,4,5 波動終わってますから、うん、今後は ABC あるいは ABCD1,2,3,4,5 で、うん、です。3波か5波の下げが来るというのが教科書通りのあれなんです、はい、だアメリカも私はね、変に PK を入れてると FRB がね、ETF 買うっていう話がずっと出てるんです。バーナンキとか、イエレンも言ってるし、ボストン連銀総裁のローゼングレンもそうやって言ってる。これ必ず言ってる以上、市場はそれやれって要求してくる。最速を相場で。だからね、私はね、まあもう、あれ、ちょっとやばいことになっちゃうんじゃないかなと。もう FRB の信任がね、まあ、いつでも言ってるんですけど、日銀とかロシア中銀並みまで評価が下がっちゃった。格下げですよ。越えちゃいけない川を渡ってしまった。うん、禁じ手をやっちゃったら、うん、その後必ずサイドエフェクトと、副作用が出るわけです、はい、うん。で、これはね、もう今、このナシーム・タレブの本じゃないですけども、はい、社会を危うくして危機を生み出している主犯というのは、身銭を切らないやつだと。まあ、主に政治家とかね、学者とか、まあ、皆さんに耳障りのいいことばっかり言ってるんですけど、うん、やってることは自分の利権でしょう、和牛券配るだとかね何言ってんだと、人が集まったら感染するじゃないかと、和牛券配ってどうすんだと。まあね、マスク2枚もらって大札さんも終わりですよ。収入がね、5割下がったらあれですけど、会社にね、サクソさんに5割下げてくれとで、下げてもらって、給付金だけもらう。だけど、その後、給料は上がらないということに皆さんなりますからね。で、まあ、とにかく、まあ、後でこれ読んでもらいたいんですけど、とんでもないやつばっかり、自分でリスク取らないやつが、いい格好をして、表面上だけ耳障りのいいこと言ってると。だから、小池さんも急に今まで黙ってたのに出てきたと。都知事選が2ヶ月後にあるから、危機ってものすごい支持率が上がるんですよ。現政権の。まあね、なんだかよくわからない人たちばっかりだなと。
まあ私相場で儲かるなんでもいいんで、社会評論する気は全くないんですけど、こんなバカみたいなことやってていいのかというようなことが延々続いてるわけです、最近。で、これがね、はい、みんなニューヨークダウは、これウォールストリートジャーナルまでそう書いたんですよ。1929年の世界大恐慌に似てる、はい、今のね、このね、初動の落ち方が、うん、過去の例では、この1929年の大暴落か、はい、87年のブラックマンデー、うん、皆さんブラックマンデーは経済危機でも何でもなくて、うん、あれジョージ・ソロスがぶん投げて下げただけですから、はい、全く実体経済に影響しない唯一の暴落だと。まあそれはともかくね、これこう見てると、これ ABC と実は細かく見ると3波で下げて、ここ A 打っとるんですよ、はい、で戻り B とやって C 波の衝撃波っていうのが一番長くて、がっつりいってますね、10分の1ですよ、うん、ね、私は今回10分の1になるなんて言ってませんよ。ただ相場のメカニズムとして下げ相場は一波では終われない可能性が高いと。で時間にしてこの時3年間棒に振ってるわけです、はい、だからスコット・マイダードさんも、なんだガンドラックからその今のあのバーナンキからですね、大体まあ 2,3 年ダメだろうと。2年っていうのは早い方で、リーマンショックの時は2年棒に振ったんです、うん、だからその2年っていうのはね、2年か3年の底というのは、とりあえずね、長期的なボトムになって、そこは買いの皆さん絶好のチャンスになるんだけど、じゃあ私は今の時点でね、相場、大底打ったなんていうようなことは、全く言えないと。うん、だから、従来は QE4 があったら買いだと思ってたんだけど、まあどういうんですか、トランプの減税やら何やらでもバブルが爆発しちゃってですね、もう自社株買いから何からもうおかしな相場になりすぎちゃって、ちょっとこれはね通常の調整ではもう済まないだろうというふうに思ってるわけです。でその29年拡大すると、まあここ今こうなってて、でもしね皆さんパンデミックがその終了というかピークアウトの気配見せたら、まあこれだけ金ばらまいてるんだから、こうやって大きく戻すかもからね、しばらく。だけど結局は業績がついてこないとか GDP が上がらなかったらドドドドドと、こういう下げっていうのはなかなか止まらないんですよ。急落っていうのは急反騰するんです。自利品相場っていうのは終わらないんです、こういうふうに。だからまあね、一発で買ったらダメですよと、まあ、買いだと思って皆さん買われるのはいいんですけど、まあ、ストップ入れるとか、まあ、何回に分割して買うとかね、私はそういうやり方を、順張り投資家だから、何品入れるっていうのはね、気に食わないわけですけど、何品じゃなくて、計画的にね、買いポジションを作るというあれで、うん、でこんなもん一発で終わらんというのは、皆さん、はい、暴落が2回来る戦争へって書いてるんですけど、これね、皆さん、この時に、フーバー大統領から大恐慌があって、ルーズベルトに代わって、うん、ニューディール政策、誰もが知ってる。はい、ね、もう、財政から、公共事業、財政から金融から総動員で、おまけに特製で売っとるんですよ。うん、はい、もう借金全部チャラにしたろうと、住宅ローンはね、返さんでもいいですと。で、バンクホリデーから何からいろんなことが起きてるんです。それでいろんな対策やったんだけど、まあ、ここまで来ても、さすがに、不景気から出したと。で、ここで FRB が利上げしたら、あっという間に半値押ししとるんです。だけど、一番最初の下げが一番衝撃で、あと、うだうだ、これ10年間棒に振って、何してもデフレから抜けんと。で、結局ですね、日本を ABCD 包囲網で追い詰めて、第二次世界大戦にね、参戦するわけですよ。と、戦争というのは、経済学的に言うとですよ、最悪の事態なんだけど、国家最大の公共事業ですから、それで抜けていったという歴史があってね。で、これは収まらんかったら、第三次世界大戦かいっていう話になってくるんですけど、今日そんなことね、過去の時点になかなかできないから、まあ、こうどうなるか全くわからないんですけど、とにかく注意しなきゃいけないのは、リーマンのパターンにせよ、なんだ、大局をパターンにせよ、2、3年ダメだと、経済はね、いう可能性が極めて高いということなんですね。で、これがね、弱気相場における調整日数と下落割合って書いてるんですけど、これ見てると、みんな1930年代に連発しとるじゃないですか。
というのは皆さん下げ1波で終わってないということですよ。もう2波3波と来て、まあ大きいのは2回来たと暴落が。でその後戦争に行くと、昔ね榊原財務官ミスター円、榊原さんがこの歴史っていうのはこの繰り返しだって言ってたけど、不景気になってデフレ不況になって戦争の、まあ、今戦争なんてなったら大変な話なんで、はいね、でまあこれが当時の様子でね、バンクホリデーだなんだかんだと思うみんな人が集まって大騒ぎになってるわけですよ、うん、でね今ね、まあ、日本の変なねデマが流れてるのたくさん。日本の銀行が融資しとるでしょ、みんなみんなこのコロナウイルスで大変だからと、地銀が頑張って融資しますと、新金がしますと、金がもうあっという間に尽きちゃうんですよ。みんな落ちてるから金がないじゃないかと。で ATM からね1日万何万しか下ろせんとかいうその噂が広がっとるって言うんですけど、まあね今結局トイレットペーパーがないとか、騒ぐな騒ぐなな言ってて、いつまでたってもマスクも何も出てこないんですよ。まあそういうこともね起きても何が起こってもおかしくないような今やね、あれになってるということなんです、はい、でまあとにかくその中でねこれだけ無制限に金ばらまいて、事実上は現代貨幣理論じゃないけど MMT と社会主義的な政策になったんですね。要するに臨転機いくらでも回して金ばらまけと、ヘリコプターまでやっとんですよ。もうミルトン・フリードマンの空から金ばらまけっていう政策を今アメリカやってるわけで、そこでですね、で日本もやってる。結局今回コロナの影響でそういうことになっちゃってますよね、事実上ね。200何兆の、追加のあれだ、経済対策って言ってね。だけどね、先ほどの日経平均のチャートって見たっけ。はい、日経平均見ましたよ。あれ見たらわかるけど、何発も打っとるんですよ、はいはい、第何次経済対策とか公共事業とか。結局ダメなんですね。一回も聞いてないっていうことは、もうその戦争でしか抜けてないっていう、そういうことなんです、はい。でそれがね戦争もやってないのに、これ第二次世界大戦ですよ。でこれがね第一次世界大戦、まあ借金が膨れ上がったと戦費がかかりますから。でここでまあ一次大戦の後にグレートデプレッション、大恐慌が今来たわけですよ、あの29年ので。第二次世界大戦やったと。でそこからまあ戦争ないんで借金も減ってったと、景気良くなってと。今皆さん戦争も借金何もないのに、なんだこれはと。このね債務の積み上がりっていうのは何なんだと。だからジェフリー・ガンドラックなんかは物には限度があります、はい、ね、うん、これどうやって返すんですか。本当ですね。今金利があったら全ての企業終わりですよ、うん、借り換えもできませんし、今ねもう貸してくれないんだって銀行、アメリカのあれに聞いたら。で個人の住宅ももう下がっちゃって、銀行金貸してくれないとか、そんなことばかり聞こえてくるんですけど、うん、でねまあガンドラックは今ガンガン相場上げとるんですけど、4月は3月安値割り込むと言ってるわけです。まあ4月まだね、だいぶ期間がありますのでわからないけど、まあ私はね4月下がろうが上がろうがどうでもよくて、要するに先ほど言ってたように何の出来高もできてないんです。恐ろしい空中上相場をやっとるだけで、うん、私は上げても下げてもこんな相場意味がないと。そういう相場になってる、はい、ということですもんね、はい。だからもうこの出来高の落ち方は何なんだと、はい、でね、私が通常の下落で済まないって言ってるのは、普通の不景気でも日経平均は3割下げとるのに、こんなね緊迫した世の中でパンデミックだなんだかんだって騒いでて、3割で止まりますかと、はい、とみんながねテレビでも何でも言ってるんですよ。リーマンショック以上の衝撃だと。でリーマンショック以上の対策も打っとるし、リーマンショック以上の何とかっても必ずリーマン以上になっとるわけだけど、じゃあリーマンショックと同じぐらいの打撃だがね、少なくともニューヨークダウは 54% 下げたね、リーマンショックで。日経平均に至っては 61%、 6割下げとるんですよ。とまだ 30% しか下げてなくて今戻しとるんだけど、そっからそんなもんでね、止まるんですかというのが私の正直な感想なんですよ。でこれ6割になるとね、まああんまりねだからまあ言えないんだけど、まあやってる人たちはもう必死なんですよ、はい、自己保身に、ええ、人の金ですからそもそもいいんだけど、世間が騒ぐのが困るという話なんです、うん、でね、例えばですね、この日経平均が、まあ、6割並み下がるというとですね、
1万1000円ぐらいまでいっちゃう。うん、そうするととんでもないことになりまして、まあだから4月1日の高値から4割ほど下がるとそれになるんだけど、今戻しとるんだけど、またドスンときたと。1万1000円になったら、GPIF のですね、はい、50兆円の損。日銀は13兆円、ETF の。シャレにならんぞと。で、その前にね、1万1000円になる前に皆さん、1万3000円を割っちゃうと、1万3000円になると、日銀の ETF の含みが10兆円になる。大騒ぎになるじゃないですか。現金どうしてくれるんだと。含み損がね、はい。だからそれならないように今薄商いの中必死に支えてるっていうのが今の相場だと思うんですけど、私はね、支えようが何しようが業績上がらなかったらダメだと。でね、ちょっと怖いのは、もう日本のね、はい、世帯ってずっとこの30年ぐらい、まあ中央値見ると400万円ぐらいの世帯収入なんですよ。預金が全然ない。だって4件に1件は100万から300万未満の世帯所得なんですよ。こんなもんでね、それは自宅なんだか、あの派遣切りだなんだかんだって、もう非正規ばっか作ってるわけですから、日本ってね、結局終身雇用制が終わった時に終わっちゃってるんですよ。で、まあそういう中でね、これダメージが大きいと。で、もう一つは、このアメリカ人も3人に1人が退職金の預金ゼロで、預金ゼロってね、アメリカ人なんか預金なんかほとんど持ってない。そうですね。うん。うん、そもそも持ってなくてね、うん、何年だったっけ、私レポートに書いたんですけども、はい、アメリカ人はね、収入が、とにかく預金がないんです、はい、まあ、100万も持ってない家庭が多くあるというようなありさまで、まあね、うん、個人金融資産っていう意味ではね、日本とは違いますよね、状況はね。で、日本はね、特に40代の就職氷河期、はい、どっか の、 人と同じ就職氷河期の人ですよね、はい、そうです、そうです。これがめちゃくちゃ給料が安くて、特にね、その世代の男は、女性と中高年に全部ポスト取られちゃって、給料が極めて安いと、現役世代の。とても、資産運用どころの話じゃないという話になってるんですね。だから、まあ、アメリカ人は思い出した、国民の6割は400ドル以下なんですよ、アメリカ人の預金は。400ドルですか、はい、6割ですよ。400ドル、うん、で、そのうち4割の人は家も資産も持ってないと。それでこんな不況来たらどうなりますかね。だから私はね、こんなもんね、金融政策で金入れてないで、そっちの方を何とかしろと思ってるんですけど、まあ、第何弾も打つって言ってますけど、で、これがね、そのうち、今、借金付けになってて、住宅ローンがね、まあ、サブプライムの反省もなく、バンバンやっとるんですけど、うん、まあ、3割は支払い停止だと、もう金払えませんということになるからと。でも、アメリカはいいですよ。はい、そうなったって、鍵渡せばいい。ああ、そうですね。一円も借金、ノンリコースですから、日本は死ぬまで借金返してくれと。そうなんですね。家売らされて、まだその、国家の方、その分死ぬまで返してくれという国ですから、ね、中世の奴隷制度が未だに続いていると。世界でも珍しい国なんですよ。で、借金をしたら奴隷になるというね、ちょっとおかしな制度なんですね。はい、それはもう中世の世界なんです。で、それはともかく今ね、この大恐慌の時のバフェット指数がこんなもんですよ。これ100何パーセントだったっけ。100もいってないよ。90とかそんなもんでしょ、ここは100だから。うん。100いってないですよね。で、IT バブルで150っていうのを記録したんだけど、はい、今、まあこの前それを抜いちゃったと。うん、とんでもないバブルだと。はい、で、今113だったっけ、はい、113です。下がりまして、はい、150でダブルトップ打ちました。それだってまだ高いわけですもんね。高いですよ。だって私が1000引いてますけど、75ぐらいまで来たら、はい、まあ一応買ってもいいかなっていうのが、うん、通常のね、いや、ここまでボトム待てって言ってるんじゃないんですよ。だけど100だって別に、いや、だってブラックマンデーで100以下で起こってるんだから。だから、いかにめちゃくちゃなことをやってたかと。大体ね、日本の狂乱のバブルと言われた、あれこそ100年に1回のバブル、1989年12月のバフェット指数が日本の140何%ですから、うん、それと変わらんのですから。はい、まあそんなことでね、
まあそうは言いながら今は連銀がこれだけ金ばらまいてくれたので、はい、このもう増え方が垂直に上がってますよね。だからもう無制限って言ってますんで、当然言った以上は市場はもっとくれもっとくれと、株が下がるたびにこれから催促してくると、株を下げて催促してくると。でね、もうこれはね、FRB はゴミ箱になっちゃったと、ガーベッジだと、はい、すぐに不良債権のね買取業者に返信したと、新しい FRB が生まれましたと言われてるんですよ。もうこんな金融機関がね、信用経済なんですよ。世の中はね、その紙幣中何の価値もない紙切れをお金だと思って作ってるのは、国とか中央銀行の信任があるから、はい、こんなことやってていいのかっていうことをやっちゃってるんですけど、もう後戻りもできなければ、二度と金利を上げることもできませんという世界に行ってしまいましたと。で、金融調節なんかもうできないんですか、はい、この人ら何の仕事するのかなと。本当ですね。あとこれあれじゃないですか、社債買ったりね、企業の株買ったりするんですよね。不良債権買い取りのなんかバブル崩壊の後も日本の90年代のなんかなんとか整理公社とかそういう話でしょ。中央銀行なんですよ本当はね、本来はね、金融の上げ下げ、あ、金利の上げ下げでっていうところだったんですけどね。でこれはね、私は大札さんから教えてもらったんだけど、はい、今やアメリカのね、経済を1ドル成長さすのに3ドルいると、はい、でこれからはそれが5ドルかかると。いや、それおかしいでしょ。はい、1ドルの経済成長さすのに5ドル金使わないと、だって5分の1の効果し、普通は1対1の効果が出てもいいじゃないですか。普通はね。で、あと乗数効果とかがあったりとかするんですけども、はいはいはい、それがなくなっちゃってる。本当はそれに乗数効果がなくて、1使ったら3返ってくるっていうのが、1借金したら3成長するっていうのが経済の健全な姿。本当はね。はい、1使って、いや、5使って1しか上がらんと。こんなもんはね、私は株のね、ちょっと将来不安に、それがまあ繋がってるんです。でまあ、私はここに書いたんですけど、こんなもん成長でも何でもないと。もうすでにね、これはロシア、旧ソ連ですね。ソルホズとかコホズという世界に行ってしまってるわけです。だからもう話にならんと。だけど私はね、そんなもんは社会評論してるんじゃないんで。はい、相場をね、どうするかですよね。要するにね、ニューヨークダウンが、この、ピークアウトしちゃったと。はい、今、上げてても下げてても、うん、ここで、でっかい売りトレンド、あ、これ、緑さんがどこ行っちゃったんだ。あ、緑の矢印さんはここにいますね、これ。ここで皆さんね、この標準偏差、はい、青と赤の ADX が低い位置から一緒に並んで、売りトレンドが出たと、はい。で、相場がボリンジャーのね、21日の、うん、マイナス、まあ株ですから 0.6 シグマの外に飛び出したんで、はい、ここで売りに入ってずっとここは売っとったらいいんです、うん、今それ 0.6 シグマの内側に入ってあって、トレンドもピークアウトしますんで、はい、ここからはランダムネスな下げ相場の反動で戻し気味にはなるんですけど、うんうんうん、もうギザギザのわけのわからん相場と、まあもう調整相場なんていうのはフォーメーションが30パターンもあるんでね、どういう調整するかわかりませんけど、まあ調整相場であると。はい、日経も全く同じです。で、ドル円も同じ。ドル円も。はい、まあ、ドル円はちょっとややこしいことになってて。ややこしいことになってる。今ちょっとね、もう。ドル不足中、基金が起きて世界の現金であるドルが不足しているということで、みんながドル買いに飛びついとると。はい、で、かといって基金が起きてるんだから、普通はリスクオフで、円高じゃないのかと。はい、もう訳がわからんと。ドルが買われてましたもんね。まあ解説見てても株が上がったからまた今度はうんぬんとか言ってるんですけども、何が何かもう訳が分からん相場になっちゃってるわけですよ、はい、だから何で動いてるかっていうのも言えないし、アメリカもコロナで日本もコロナだから一緒じゃないかという話もありましてですね、ちょっと焦点ボケ為替の方が今、しちゃってるのかなと、いうことなんですね、はい。でまあ私はね、ドル円に対処するのはこれは私のメルマガに出してる、短期売買シグナル、はい、赤で売りが出て青で買いが出て、シグナルが出たらもう盲目的にそれに乗ってトレーリングストップラインっていうのを走ってるわけです。でそのトレールラインの、まあ、緑を使ってるんですけど、まあ売っててですね、トレールライン抜いちゃったらもう即そこで手締まいと
いうことをやってるわけですけど、まあとにかくトレンドが出ないこと、この上ないという話、うん、昨今の株式あの為替相場はどうしようもないと、はい、で今日のね米国株のセミナーなんで本題に入るんですけど、はい、私はですね、まあ私をよく知る人は皆さんまあご存知だと思うんですけど、私は世界最強銘柄っていうのはアマゾンだって言ってるわけです。わかりませんよ、アマゾンも今いろんな問題が起きてて、うん、でただでさえまあビッグテック規制っつってもう去年からあのフェイスブックだとか、はい、アマゾンだとかアップルだとか税金払いとかね、アルファベットとかね、ちょっとね、うん、規制がね強く風当たりが強くなってますね、うん、それでもねもうあそこまで帝国になってた以上止められない、うん、でまあそれはいいんですけど、まあ中国みたいにね鎖国しとる国はアマゾン入れないから、うん、アリババとか持っとるわけですけど、はい、まあそうでない国は表面上自由経済を謳ってる国は全部アマゾンにやられちゃうと、日本なんかそうですもんね、はいはい、いうことになってくるんですけどね、まあそれはともかくとして、そのアマゾンをどこで買うかとかいうのもですね、先ほど言いました、もしかしたら 2,3 年変な相場が続くことになると、どんな優良銘柄買ってても下げちゃうじゃないですか、うん、はい、でなんだ石原と、お前アマゾン買えて言っててむちゃくちゃ大暴落しとるじゃないかと、それは SP500 が下がったらアマゾンも下がるでしょうと、普通はそうですよね。な SP500 が1000ドル下げてるのにね、アマゾンだけね100ドル高とかありえないわけですよ、はい、ね、全部売りになっちゃうんですね、はい、で私はね個別株はまあそれでもねストップを置いてやって、はい、アマゾン買ったけどダメだった損切りした、また上がると思ったから買った損切りした、それでやってる分にはいいと思うんだけど、まあこういうセミナーとかね、その外に対するあれは勘違いする人がいろいろ出てきて、はい、いやアマゾン買いで買いましたと、でストップもちゃんと入れてくれって言ってるんですけど、入れない人がほとんどですから、投資家は何や下がっとるやないかっていう話になっちゃうわけですよ。だからまあ表向きねそういう話するには、本当に最近ねマイナス2000万円足りないブームで、老後の資金が、まあ、たくさん相場のこと何も分かってない人も相場に入ってきてるんで大変なんです、説明するのが。で私はねずっとまあファンドでその何をやってきたかっていうのはもう2019年まででもう止めちゃってるんだけど、ハイテクのバブルが一旦終わったところで、あのアマゾンとアップルが1兆ドルになったところにもうやめたんだけど、うんうんうん、はい、前はアマゾンを買って SP500 を売る、うん、はい、あるいはアップルを買って SP500 を売る、あるいはそれら何銘柄かマイクロソフトとか束ねて5銘柄買ってそれと同金額の SP500 を売る、そうすると2013年以降めちゃめちゃ儲かったんじゃないですか。でそれをね、これからはもう通用しないかもわからないと、ちょっと話飛んじゃうんですけど、そこまで飛びましょうか、うん、何ページだこれ、出しますか、この辺行きますか、あそれだ、はい、こっちですね、先進みましょうか、場所変わった方が、これを下で、はい、はい、クリックしていただいて少し進めますね、はい、ほう、はい、もう一つ戻ります、はい、これね古い資料で申し訳ない、あのパンローリングさんのマーク・ファーバーが書いてるレポートでね、これ SP500 上がっとる上がっとるって言っても 今でもそうなんですけどね、5銘柄の成績なんですよ、はい、ビッグファイブが赤の方ですね、アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブック、マイクロソフトの5銘柄が毎年早い話が6割ぐらいずっと上げとって、その5銘柄取っちゃうとS&P495 は横ばいですね。横ばいって言いながら、まあ 6% ぐらいのね、はい、SP500 っていうのは収益を出してくれて悪くないんだけど、うん、で、ファンドマネージャーがこの強欲資本主義の時代に、うん、私は手堅く言って SP500 のインデックスで勝負しますと、そんなもん人件費だけ会社損ですよね。ETF 買っといたらいいんじゃないかと。何のために大里お前雇ってるんだと。ね。でファンドマネージャーっていうのは損してもいいんですよ。私は100倍資金、例えば100億持ってると、まあ、100億円全部、株買えと、100倍株持たなきゃいけないんです、私は。上がろうが下がろうが。そうするとね、SP500 が 50% 下がって、私の買ってる株は、ポートフォリオは30しか下がってないと。
私は SP500 の成績より 20% 上だからっつって、下手するとボーナスもらえる。そういう世界なんですよ。で、それはマイナスでもそうなのに、これ買ってたら5銘柄持ってたら毎年ね、5割、6割儲かると。で、SP は 6% しか儲からないんだから、その差額が儲かって全部ボーナスで来る。ね、どんどんそっちに行きますよね。もっとひどいミレニアル世代の30以下のやつなんて、アップル1銘柄で勝負してるやつもおるんですよ、それ。いやだからそんなモラルハザードバブルをずっと続けてきたと、うん、だけどそれはそれで儲かればいいんですが、はい、とにかくその帝国と言われるアマゾンだとかね、そういうマイクロソフトとかそのグーグルだとかアップルを買っといたらいいんだと。で、買うと同時に同金額の、S&P をショートする、うん、はい、そうするとその人のパフォーマンスは、例えばこういう5銘柄のバスケットでもいいし、まあ、アップル1銘柄でも、アマゾン1銘柄でもいいけど、アマゾンのパフォーマンス、1銘柄だけ買ったと思ったら、マイナス SP500 のパフォーマンスで、出てくると。で、それがずっとうまくいってたわけです。でね、今もうこんな危ない世の中になったら、何を推奨しても危ない。だからまあこれアマゾンはね、ずっとこの200週、これ週足ですから、200週の相移動平均の上に相場があるときは、ストキャスティクスで押し目買いしかしない。これ皆さんアマゾンの週足で、ここの緑のが200週の、これはね、実は EMA って指数平滑移動平均を使ってるんですけど、別に単純でも同じです。で、通常はこれストキャスが下出てて、買われすぎだから売り、売られすぎだから買いって出るんだけど、うん、ここで売りシグナルは出てないわけです。200の上にあるときは、売りは全部間引いちゃう。シグナル出ないようにする。で、逆に200の下にはないんですけど、200の下にあるときは、押し目買いの売られすぎシグナルっていうのは全部消しちゃってるチャートなんです。はい。そうすると循環的にバーッと出てると。で、アマゾンはね、まあこんなもんなんですけど、アマゾンってなんだかんだ言ってすごいな。こんだけ株大暴落してるのに、今ね、もう半、この前バーンと下げたんだけど、半値戻しぐらいしちゃってるのよ。で、その前のもともと釣り合ったとこぐらいで止まっとるでしょ。もう抜群に、こういう銘柄ってのはやっぱ強いんですよ。最強に強いのはマイクロソフト。はい。なんじゃこらと、うん、マイクロソフトなんてシグナルが出たのはですね、皆様2016年に最後の買いシグナル出て、持ちっぱなしですよ。これ本当ですね。売り場がないんだねえ。で、買いシグナルも出ない、押し目がないから。押し目がないからね。こういうのが一番強いってね、じりじり上がるのが強いってね。マイクロソフトとかもう OS とかね、全部握っちゃってると思うんで、アマゾンもそうですけどね。クラウドも強いし。クラウドも。で、マイクロソフトとアマゾンは、クラウドを持ってるのが今、はい、旬のね、ものすごく強い。で、まあ、アマゾンは防衛、アメリカの軍のあれは、マイクロソフトのクラウド取られちゃったんだけど、うん、まあ、それはともかく強いでも間違いない盤石なんですよ。はい。で、今日ね、このインターネットで何しようとしても、このグーグルに金を取られると、はい、広告料払え、何、グーグルアドワーズだとか、なんか、まあ、いろんなものがあってですね、で、これは直近で買いシグナル、はい、ね、買いシグナル出たんですね。うん、で、これ、皆さん、買ってもいいんですよ、うん、ストップ置いたら、はい、タイトストップ置いて、ダメだったら降りる、うん、いうことをやってんで、これね、ここで買いシグナル出してくれるんだけど、売りシグナルないじゃん、はい、これはトレーリングストップラインっていうのは、本当、この、下についてて買ったんだから、こうそこ割っちゃったら手締まりと、はい、で途中でポジションなくなっちゃうこともあるんですけど、これずっと持ってるっちゅうわけじゃないんで、だけどまあ周期的にね、すごくいいシグナルを発してくれるということなんですね。でこの3銘柄を買ってバスケットで、で同金額分 S&P500 を売るととね、サクソバンクさんではね、全部 CFD でことが借りる、アルファベット、グーグルですね。グーグルの持ち株会社、アルファベットって皆さんの名前ですから、アルファベットの CFD、アマゾンの CFD、あとマイクロソフトの CFD を3銘柄、それ非常に少額から買いますから、大体米株なんでね、皆さんね、金かかるようなイメージ持ってるんですけど、一株から買えるんですよ。はい、で、
要するにそれをまあ3倍から5倍のレバレッジもかけられるんですけどね、私はこの局面はそんなレバレッジをかけることは全然推奨してませんので、はい、あれですけど、買って CFD を、で SP500 の CFD を売っといたらいいと、同金額。そうすると SP のパフォーマンスよりこの3銘柄が上がったら儲かると。で仮に SP より SP 売ってて、なんだっけ、この3銘柄バスケットで買ってるんですから、はい、基本的には同じ株っていう商品を両立てインデックスと、うん、はい、個別と個別銘柄でやってるだけですから、そうすると上がろうが下がろうが、うん、大暴騰しようが大暴落しようが、はい、壊滅的な損失は下げられる。わ、うんうん、かりますか、どっちか売ってどっちか買っとるんですから、はい、あ、そこそこ普通は全部買いになってるんで、そこそこ落ちちゃうんだから、ある意味株を両立てしてるからっていうことですよね。そうですよ、ね、SP500 がじりじりしか上がらないのに、うん、こういう面が上がるとですね、そうか、上がるときは大きく上がるし、だから儲かるって小学生でも分かるロジックなんですよ。で世界中の私はファンドマネージャーがねそれに近いことをやっとんでちょっと危ないなとは実は思ってるんだけど、このバスケット買い以上にインデックス買いの方が流行ってるから SP500 の ETF さえ買っといたらいいと。結局 ETF もぶん投げるときは同じだと、うん、両方下がると別に片方買って片方売ってるんだから、うん、SP を売ってるんだから、はい、SP が下げのヘッジしてくれると、うん、だから私はこんなね大恐慌並みとかリーマンショック並みって言われてるときに、私はこの3年以内に長期の買い場来ると思ってるんですよ。だけどまだ早いんじゃないかと、始まったばっかりだと終わりの始まりじゃないかと、こんなもん、うん、だから今やるとしたらマーケットニュートラルと呼ばれる、これは手法なんですけど、はい、相場が上がろうが下がろうがですね、うん、どっち行っても儲かるような作戦なんで、儲からないかもわからないけどね。要するにこの3銘柄のバスケットが SP500 より上がっとったら儲かるし、仮にまあ暴落みたいなことが起きて両方下がっちゃったと、 SP もある、だから SP は売ってるわけだから同金額、大きな必ず同金額でないとダメですよ、うん、この、3銘柄のバスケット買った金額と SP500 のその、CFD を売った金額が同じでないとダメですよ、うんうん、はい、そこが注意なんですけど、うん、そしたらですねそれをやってるのが一番安全なんですよ。で、その大儲けはできないかもわかりませんよ。いや今まではできたんだけど、それでも SP が 6% しか上がらないのにこういう銘柄6割上がってくんでね、年間50何パーセント儲かるなんて商品ありますか、他に。バカみたいですよ、そんな FX でちょっと儲けたら寝てるだけで儲かっていくんですから、これまでは。少なくともだけど私は2018年からその手法から降りてるんです、一旦もう怖いから。だけどうまくいきすぎだとこれはやばいと。ただこれからもねやったところで、個人で変なマザーズ銘柄買ってますとか何銘柄買ってますって10分の1になっちゃいましたと、日常茶飯事でしょそれ、はい、そんなことになりますかね、うん、安全でローリスク入りたんじゃないけど今までは実現してきた。で、とにかく、株が大暴騰しようが、FRB が金ばらまいてですね、トランプが金ばらまいてバブルしようが、あるいは世界大恐慌みたいなことになってもっと落ちようが、壊滅的な損失を被る可能性が極めて少ないっていうのは、今の個別銘柄のバスケット買いで、SP500 の売り、この組み合わせね。同金額、不透明な市場における極めてディフェンシブなポジショニングっていうことですね、うん、ディフェンシブかつ大沢さんも買いたいでしょ、マイクロソフトとか買いたいですよ、アマゾン、アマゾンだとか。だけど買って今変なまた再感、パンデミックが再拡大したとか言ったら下がるじゃない、はい、だけど SP を売ってるから安心じゃん、うん、で上がるバブルになったらもう SP よりも、はい、個別がね、うん、大きく上がりますからね、ビッグ個別が上がらないんで、ほとんどの銘柄上がらないんですよ。テック企業がね、上がりますからね。ビッグテックだけ上がると、うん、このガーファーだとかね、ファングだとか、うん、言われる銘柄だけが上がっていくんですよ。うん、まあ、あとね、NVIDIA とかね、まあそう、はい、そういう類のものもあるんだけど、私は半導体なんで、博打だから分かんないと。
いうこともあってね、うん、とにかくこの三銘柄が安全だろうということで、まあそういう、これはあくまでも私がやってることを皆さんに、私は自分のやってないことは言わないんで、それをやれって言ってるんじゃないんですよ。うん、で、人によって、いや、マイクロソフトよりね、なんだ、フェイスブックの方がいいんだっていう人もいるかもわからないし、その銘柄はね、P&G とか、そっちの方がいいっていう人もいるかもわからないし、うん、そうですね、それは皆さん自分の頭で考えて自分でやらないとダメですと。ただ、私はこれがいいと思うと思うんです。うん、違うっていう人もたくさんいても全然問題ないと。でね、もう一つは、はい、もっと単純なやつね、同金額のサクソバンク証券でニューヨークダウンの CFD を買って、日経平均の CFD を売ると。はい。で、私はね、本当はトピックスと S&P500、要するにその30銘柄しかないわけですね。ダウンはね。で、その中になんだ、ボーイングとかあんなの入ってたら、なんかもうトラッキングエロが出そうじゃないですか。あるいはね、SP500 は500銘柄あるから、まあ、500対30で話にならんでしょ。要するに30銘柄でどんな動きするか分かんないから、うん、募集団の数が少ないと。で、日経もね225しかないと、はい、 その間の日経225って言ったって、実はなんだファーストリテイリングだとかソフトバンクとかあんなもんだけで動いてるだけだから、ほとんど3銘柄か4銘柄の話でしょ。危ないんだけど、それでもね、まあ一般的に馴染みにあるのはニューヨークダウと日経平均だから、あえて持ってきたね。で、本当は、S&P500 とトピックスでやった方がいいんだけど、じゃあ何をやってたかというとですね、これもね、これ私がね、皆さん、この世界にデビューしたのは1986年。はい。おぉ、まさに。で、86年からその相場を始めて、まあ、自己売買とかディーリングに移ったのが87年なんだと。87年か。あ、8年かな。87、8年ですよ。ブラックマンデーの後からだから。で、87年の10月にブラックマンデーっていうのが起きたの。はい。ジョージ・ソロスが SP500 の大量のポジションを持っててぶん投げた。はい。いうことで起こっちゃった事件なんですけどね。その、まあ、86年からこれがブラックマンデーから落ちとるのはね。そうですね。うん、はい。それで、はい。ちょうど。私はまあ、この辺で、はい、デビューしだして、赤の線が落ちてるところがありますね。ブラックマンデーを見て、はい、でその後も上がりっぱなしできたと。80年代後半に日本の方がアウトパフォームした時代がありましたけど、それで、その前にしとかないといけないのはこの赤い方がニューヨークダウで、はい、この水色の方が日経平均ですよ、うん、でね、大札さんも株式の番組やってんで、私もあんまり言いたくないんだけど、時間の無駄でしょうと。青い線の方を追いかけるのはっていうことですか、うん、だけどそんなこともなくて、はい、これだけ見たらそう思う、うん、ただね、90年代の日経平均って最高の商品だった。へえ、90年代ですよ。だってトレンドが連発してすごく分かりやすい。で、今もニューヨークダウより日経平均の先物の売買とかね、あるいは個別株でもトレンドが綺麗なやつがあるんです。トレンドが綺麗っていうのは皆さんどういうことかって、 ADX と標準偏差が一緒に上がって一緒に下がって一緒に上がって一緒に上がって、日本株でそういう美味しい銘柄と、あと日経平均の先物っていうのは、私に言いますとニューヨークダウとか SP500 の CFD とか先物やってるよりよっぽど分かりやすい。トレンドが出やすかった。上にも下にもってことですよね、うんうん、特にその最近のまた日経平均のいい感じになってる、うん、でね、まあこの世で皆さん一番難しい先物は S&P500 って言われてるんですよ、うん、今そんなことないんだけど、昔は特に難しかった、うん、はい、だから株っていうのはランダムウォークで酔っ払いが歩いたのと一緒で、どこ行くか分からないって言われてるわけですよ、はい、でこれ見てるとね、日経平均はアウトパフォーム、パフォーム、はい、ニューヨークダウより上がってた時代が80年代のこの4年間の超絶バブル、はい、世の中の霞を食って生きてた時代ですよ。私はね、リーマンなんてあんなもん100年の1回も1回の危機でもなんでもなくて、あんな単なる金融危機、はい、この日本の1987年頃から90年のバブルっていうのは間違いなく100年に1回、うん、狂乱相場。大札さんも私も寂しいかな、
我々が生きてるうちはそんな時代来ない多分。あ、もうないですか。いや、ね、ないって言ってたらこの前余談になっちゃうんだけど、おうおう、いやもう何年かしたらまたバブルが来る人がいて、ま、なぜなら世界のサイクルより先行して日経平均落ちてるでしょ、はい、ほうほうほう、90年代から下がって、はいはいはい、他を上げて、はいはい、次上がってくるのは日本だっていう人がいて、うん、私はそうは思いませんけど、みんな少子高齢化でどうやって上がるんですか、はい、いうことなんですけど、まあそれはともかく置いといて、この30年間私が日本株のファンドマネージャーやってたらめちゃくちゃ辛いですよね。これ横ばいなんだから。米株やってたらね、ボーっとして年初に買ってほっときましたとね、年末に売ったら儲かってたと、結果論ですけど、そういう話になっちゃう。で、この大バブルが今、まあ、ちょっとおかしくなってきて、うん、でもおかしくなってっていうのはこっからおかしくなってるんです、うん、この上げ止まってギザ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 、これタントラムですよ、感触を起こし出してるんです、はい、まあそれはともかくね、まあ、ここ直近のはもう QE で押し上げてきたっていうだけの相場だったんですけど、うん、まあこれでパフォーマンスですよ問題。これいくらだ、ニューヨークダウが657%ですね、うん、日経平均がマイナス 17% マイナスだったあのねほったらかししてほしいっていう人、私はね、あの議論になって、日経平均預金なんかお前しててもしょうがないと、うん、株価ならあかんやろっつって散々言われてですね、うん、何を言ってんですかと。戦後で、ね、普通預金と日経平均の競争してたら普通預金の方が勝っとるんですよ。いや普通預金だってすごい金利の高い時代があったんですよ。まあそうですよね、そうですよね。いやだから、はい、それって株の長期投資のね有効性っていうのは本当説明できるのかっていうことになってくる。でこの前アベノミクスで普通預金を逆転したの、1回ね、そうだけどまた今落ちちゃったから負けとるんです。うん、まあそれはともかくとして、じゃあこんな長いね私の相場人生を振り返る番組じゃないんでこの5年ぐらいで見てみます。そうそう、5年で見ると、はい、大沢さんいくら、ですね、ニューヨークダウが 25.6% のプラス、日経がマイナス 10%、 またマイナスか、マイナス。でもね、もうちょっとさらに短くすると儲かってる時期もあるんじゃないですか。いやだからこれやってるとね、なかなか難しいかな、この差額ですよ、この、はい、プラスとマイナスの、まあそうですね、まあ、普通はプラスとプラスのその差額なんだけども、はい、これマイナスになっちゃってるんで余計にまあアメリカ買ってたら儲かってるんだけど、要するにアメリカのニューヨークダウの CFD を買って同金額の日経平均の CFD 同金額分売ると、はい、この差がパーセンテージになるわけです、うん、パフォーマンスの、はい、でこれ5年でしょ、はい、2年はこれどうなってるの。2年はですね、2年の方はこれはちょっと下がってますね。ニューヨークダウでマイナス 5.23、 日経は安定のマイナス 17%。 いやだから下がってても儲かるにもこっちの方が下がってるんだ。そうですね、日経売って日経、ニューヨークダウは何だっけ、 5% やられたの。 5% やられて、 5% やられて、うん、日経何パー、マイナス17。じゃあそれ引いたら、12% ほど儲かるわけですよ、うん、両方下がってても、はい、そうですね。だからこれね、逆に今大暴落してそうなってるのか知らんけど、大暴騰したって、うん、いつでも皆さん体感で分かるでしょう、うん、ニューヨークの上げほど上げはついていかないんですよ、はい、日経はいつもそうですね。でこれだけ PK を入れてるのにそうなんですよ、うん、年金に下支えさせてですね、はい、なんか不思議な感じがするんですけど、1年で区切ってニューヨークダウがマイナス 14%、 日経がマイナス 18%。 じゃあこれは 4% だけだ。そうですね、うん、でも4%、それでも儲かってると、うん、このゼロ金利時代で6ヶ月が、はい、ニューヨークダウがマイナス 14、 日経がマイナス 16、うんうん、まあ、2パークね、だんだん小さくなってくるけど、はい、要するにまあ長く持ってるほど有利になるのかどうか、そこら辺はともかくね、うん、まあこれ今大暴落しちゃってるから両方ともそうですね、まあちょっと差が縮まっちゃってますけど、うん、要するにですね、うまくいけばですよ、はい、ニューヨークの、私はね、アメリカしか無制限 QE なんていうのはできないんだと、うん、なぜなら基軸通貨でいくらでもお金ドルが吸える、うん、円を吸ってるとおかしくなるかもわかりませんよ、そのうち、ね、だから少なくとも今度景気回復の牽引者っていうのはもう中国はダメですから、あの金がないから、
リーマンショックの時に全部使っちゃって、シャドーバンキングの不良債権しか残ってなくて、な開口集団とか財閥までパンクしとるのがありさまですから。だからアメリカは今までバブルだったんですから、まだ余力がある、日本のね91年92年ってバブル崩壊しとっても、その前バブルだったから、長い、まだ余裕だった、みんな余裕だとか金持っとったんで、そんな悲壮感何もないんですよ。だからアメリカが仮に回復、経済がね持ち直すとしたら一番回復するに決まってるんですよ。で日本は世界の景気敏感株と言われてるわけですけど、多分下げはアメリカよりでかいけど上げは小さいっていうのがいつものパターンですから、まあこのね両立て作戦がいいんじゃないかというふうに、私は思ってるんです、はい、これをねマーケットニュートラル戦略っていって、はい、まあいろんなこういうふうにやり方があるんですけど、どっちか買ってどっちか売ってるというね、戦法を、この不確実性の高い、今からまだ いつそこを打つか分からんというね局面では一番いいんじゃないかと思うんで、 CFD を使えばですね、とにかく少額でそういうトレーニングができると、あのレバレッジもまあかけようと思ったら、はい、いやレバレッジかけていいんだけど資金効率が良くなるから、元の銭は持ってないとダメですよと、どんどんいう話でね、はい、まあ相場をね皆さん当てるのはその神様でしかその分からないわけだけど、まあこういうマーケットニュートラル戦略をしばらくやっていくしかないと。であとはねちょっとあのスケベな色気出して、まあアマゾン買おうとか、マイクロソフト押したら買いたいなって、そしたら買ってもいいと、いくらでもやっていいんですよ。ところが必ずストップを入れてくださいねということさえ守ればですね、まあ別にビビる必要も何にもないんですけど、はい、ね、こんな相場だからこその戦略っていうお話ですもんね、大里さんなんかはそういうマーケットニュートラルっていうのはやったことないですよ。やったことないんです、あの為替で両立てになっちゃう時はあるんですけど、それはマーケットニュートラルって言わないですよね。それ単なる損を評価損で固定しとるだけの話じゃないですか。マーケットニュートラルでもない。じゃないですね。評価損を固定しましたと。で、それね、よく両立てや両損って言って、あっても意味がないんですよ、本当に。で、私はね、なんで損がでかくなっちゃうかって言ったら、人間の心理として実現損は絶対出したくない。そうなんですね。アンリアライズドがいいんです。はい、リアライズド。アンリアライズだ、どうだと、まだ何か損してない。評価損はね、損でないっつう考え方。それおかしいんですよ。そうですね。世界で全く通じません。はい。で、最初は小さな損から始まって雪だるまになっちゃうと。その実現損だ、その嫌だって言ってると。はい、だから、両立てなんていうのもやってみれないって。で、私が言ってる両立てっていうのは、上がると思った同じインターマーケットの中で株式市場に。上がるアクティブな個別銘柄を選択して自分が、で同金額 S&P を売ってヘッジすると、いや S&P よりアウトパフォームすると思う銘柄を買ってるんだからそれでいいんですよ、はい、あるいは同じ株式市場の中で、先端企業と世界のね、もうあの成長企業が揃ってるアメリカ買って少子高齢化の日本をショートすると理にかなってるわけですよ。だから私らのその運用っていうのはいつでも言われるんですけど、理路整然と儲けて理路整然と損してくれと、そうじゃないと資金の配分ができないからという話になるわけですけどね、まあ今日はそういう提案でね、それがまあその簡単できるのはサクソさんだったら、まあ CFD 使って何でもできると、今度今日本株も大変やってるんですよね CFD、まあそれもまあ機会があったらまた紹介したいんですけど、とにかくですね、そういうディフェンシブな、このご時世ですから、ことをやっていくしかないんじゃないかな、というふうに思ってるんですけどね。はい。これは私がそう思ってるだけで、そんなに、なんだ、そうじゃないという人もいて、それが全てっていうわけではないですからね。はい。一つのアイデアとして。まあ、そのアイデアを提供しているということで、まあ、そういういろんな話があるんですけどね。はい。まあ、要するに日本のね、評論家みたいに万年強く、じゃあこの評論家だから生きていけるけど、運用者としては生きていけないわけです。いや、運が良かったら、アメリカ市場にいたら生きられるかもわからないけど、30年間下げてるんですから。
で、ね、相場中のは、そのさっきのそのリアライズっていうか、現実、実現的な思考でいかないとダメなんですよ。で、とにかくみんなね、暴落前はね、楽観なんですよ、はい、いつでも。うん、ね、その通り。で、今のウイルス騒動のね、感染経路を見てると、全く相場と同じメカニズム。本当ですね。情報の伝達の仕方と、ウイルスの広がり方、うん、相場の落ち方、全く群衆心理なんです。だからね、まあ、こんな、その、ボラタイルなパニック性のある中ではね、うん、やっぱりその、壊滅的な損失をしないと、うん、相場が大暴騰しようが大暴落しようが、うん、生き残っていける戦略を今は取るべきだと。またね、その後大床で持ったらそれはほったらかしでも何でもいいのかもわかりませんけど。で、まあそういうことは、まあ、 あのブログの方にですね、この石原潤の日々の泡というブログをやっとるんですけど、まあそういういろんな相場の話をここで書いとるんで、うん、興味のある人は見ていただきたいということで、はい、質問やりますか。質問ですね。質問がですね、特に皆さん質問メール送っていただけるといいなとは思うんですけど、特に何も入ってない。いや、あのね、そうだな、今のね、この下げをどう見るかなんですけど、その29年のチャートにしたって、はい、したってね、うん、まあ、ABC っていうか、まあ今見ちゃうと一派に見えるんだけど、ドーンと下げたら結構戻すんですよ、うん、そこでね、もうそこ打った、そこ打ったと、はい、わーって入ってきちゃいますよね。でかく下げたんで戻すのもでかいから、はい、まあもうそこ打った、そこ打ったってやるんだけど、日本もやったんですよ、90年代の後に、うん、どんだけその後下がっとんですかと、うん、いうことでね、皆さんね、その、先ほどからバーナンキからね、なんだスコット・マイダーなどからみんなが言ってるけど、ちょっとね、そんな簡単にはね、うん、私はね、通常の平均的な調整ですよ、 30% の下げ、はい、まだね30ぐらいだと。それで今はまあ目先はこの薄商いなのか戻しとるんですけど、はい、それでね、もう大族打ったなんていうことは、うん、とても言えないというふうに考えてます。結構質問が届きまして、ありがとうございます。ちょっと、はい、紹介したいなと思います。2番底が出るのが、できるのがいつ頃だと思いますかっていうメールもいただいてる。だったら私はもう明日から神様ですね。もう彼のあれ、ヨットのクルーザーがいいですね、のんびりしとるんですけど、はい、神様でない限り当たらないんで、要するにね、皆さんね、その大底がどこかっていうのは分からないんだけど、はい、少なくとも、それなりのね、例えば仮にですよ、 50-60% 下がったと、目黒感はダメなんですけど、いう形で相場がね、 3% とか 5% の形でもう下げたような感じでコツンと来たような、それも戻ってから買っても十分遅くないから、まあ完全な底を確かめてから入るか、あとはね、私がいつでも言ってるバフェットさんですよ、はい、あれがこの前デルタクーク売っちゃったんですよね。いや、難品してね、絶対売らないとか言っとったんだけど、すぐ損切りしてる。デルタ破綻とか考えられるんでしょうかなんてメールもあります。航空会社というのはしょっちゅう破綻するんですよ、うんうん、私はもう90年代からやってて、ブローカーまたあの、どこどこ航空が潰れたと、チャプター11って破産資産は早いんです、うん、あの日本航空ってそうでしょ、穴はずっと頑張って営業努力して何してずっと経営やってやってるのに、うん、日本航空は損をそのまま国民に押し付けて、そうですね、公的で、うん、で駅ができた、駅が出たっつって、この前までやっとったわけですよ。なんか金使い道がないんでね、シートを新しくしましたとかふざけんなっていう話ですよ、本当に。だから早く泣いたもん勝ちなんですよ、公的っていうのは。で後になって倒産すると金がありませんと、あるいは銀行も融資しすぎてもう金がないと。だから今 ATM がね止まるんじゃないかっていう声が出るのは、銀行が融資しすぎて帳簿上の金がなくなってるんじゃないかっていう話が出てるんですよ。でそれは国が止めなきゃダメだという話なんですけどね。原油についての見通しについてどのようにお考えですか、はい、20ドルちょっ
と割れで底打ったんでしょうか、うん、そこってドーンと戻って、うん、あれしてんだけどね、はい、元々はね、なんかロシアとサウジの価格上昇とか言っとんだけど、私はそれ嘘だと、サウジの方がロシアに乗っ取るんだろうという見方なんですよ。シェールを潰すためにっていうこと。でね、プーチンからしたらソ連が崩壊したのはアメリカに原油価格下げさせられて、だってロシアって資源の切り売りしとるだけですから、基本的には。で、あのロシア危機98年のロングタームが破綻したね、ロシアの債券たくさん買ってて。あれも金があったのに知っててデフルトしたんですよ。ロシアはあの時金あったんだから別に。だベネズエラとかアルゼンチンと違って金持っとったのにアメリカの金融危機を起こしたのと。でロングタームが飛んでドーン下がったんですよ。でグリーンスパンがめちゃくちゃに金ばらまいて、まあそれは止めたんだけど、ロシアはねそういうことを言うのに、プーチンは KGB ですから、はい、何でもあのやられるわけですよ。でもあの今のトランプ政権とロシアの関係って意外に近いじゃないですか、うん、で、トランプさんの後ろにはシェールの企業が一応サポートで入ってるわけじゃないですか、うん、そういうそのトランプ、シェール企業、そしてロシアの関係とかっていうとまたなんか絵が違ってくるのかななんて思っちゃうんですけど ね、 それね、あんまり考えると陰謀論なんかわけわからなくなっちゃうんですよ。陰謀論好きだからね、陰謀論好きだ、大好きですから。世の中っていうのは誰か悪いやつが操作してる。そうなった時にね、私はね陰謀論っていうのは全部否定するわけじゃないっていう、うん、世の中に、いや例えば全部なんとか家がね牛耳ってるとか、はい、そういう本がね昔オーストラリアとかで言ってネタ元があって、みんな同じような本書くんですよ日本に。なんとかクラブがあるとかね、私がねそれに書かれてる一族とのの息子が社員におって昔、大金持ちの某なんとかってですよ、4000年の歴史のある、はい、で世界の黒幕とか言って書かれてるんですよ。そうですよ、日露戦争の時にお金出してくれたとこですね。本人ね、うん、そんなのってお前何が陰謀やと、うん、そいつが言ったんですよ、はい、あのな石原さんと、うん、世界の金持ちは全部友達なんだよ。ほうほうほう。でとりあえず金持ちは金持ちと結婚すると、うんうんうん、でその後離婚しても付き合い続くんだと、うんうんうん、そういうもんなんです、うん、だから宗教の違いも人種の違いも何も関係ない、金持ち同士結婚すると、うん、でそういうね金の融通をしていくと、うん、まあそういう社会が出来上がっちゃうわけですよね。だから誰かが世の中牛耳ってるとか操ってるとか言い出したらもうそこで思考停止になっちゃう、はい、ね、悪い奴がおって全部そいつらの陰謀だと。ごめんなさい。安倍さんがマスク2枚配っとんのもそいつらの陰謀だと。ね、小池は誰かの陰謀で喋らされとるんだと。裏に誰かいるみたいなね。人を何とか宣言を打ったと。いや、それゴルゴ13の世界に。大好き。ゴルゴ13、007大好きですからね。ね。はい、いいですか、はい、ラリー・ウィリアムズが、すごく強気なんですが、どう思われますか、はい、私はね、ラリーと相場感が全く違う。うん。だけど、ラリーが強気なのはラリーの勝手だから。ラリーの勝手？うん。はい。いや、あの人は強気だって自分で言っとるわけですから。はい、で、弱気言うやつとか陰謀論言うやつは、全部ね、うさんくせえと、カサンドラだと、そんなもん気にするなと。カサンドラだと。うん。言って、だけどね、ラリーはおかしいとこもあってね、ラリーの普通の分析から言ったらもうちょっと弱気にならないでおかしいんだけど、うんうんうん、彼はおそらく何を見てるのかよくわからないけど、うん、株はまあ V 字型に切り返すんじゃないけど、そのなんだ8週間ぐらいでねこのパニックが落ち着いて戻していくんだと、うんはい、でそれがそういう相場感でいいんです。で私はね皆さんね、相場感でポジションを持つことは、うん、強弱をつけることあるけどポジションない、うんうん、テクニカルが書いていいような言わなかったら、あるいは売りって言わなかったら、うん、売らないし買わないし、うん、だけど自分の相場感とテクニカルが合致したら、じゃあ普段の3倍ポジション取ろうとかそういう操作するんですけど、ラリーはとにかく強気ですよね、うん、もうちょっとびっくりしよう。こんなメールもいただきました。今回のコロナショックで正規の空売り 2.0 を成功させたファンドの話聞いてますか？あ、なんかありましたよね、記事でね。そうそうそう、書いたんですよね。
あのバフェットのね、弟子と称する人間が 40% 儲けたっていうのを今回のね、私が出してますあの石原潤の、メルマガマーケットの極意や、ファンローリングからあのトレーダーズショップで販売されて、月額1500円で、あら、50何ページもあの一週間で月曜日もぜいぜい言いながら作ってると、もうあのしんどいなというぐらいあのボリューミーなあれを出してるんですけど、それに取り上げました。はい、ぜひそちらも参考になさってください。もう一つだけ紹介しようかなと思います。貴金属買いたいと思うんですけど、何を買えばいいですかみたいな質問も来てるんですけど、どうかな。難しくてね、あのね、私ゴールドはね、今もうロシアは買わんって言ってるでしょ、買いすぎて、全部持ってるから。で、ゴールドっていうのは、まあ、この金融本位制でなくなったから、あの、ニクソンショックで。はいはい。こんな変なバブルになってるんですよ。だって、金と交換しなくてよくなったんだから、いくらでもいい天気もある。そこが今の金融資本主義のバブルの始まり、1971年になる、はい。だけどね、金は、いざという時には何の役にも立たないとも言われてるんです。というのはね、昭和恐慌とかいうものとかあったでしょ、いろいろ。金交換してくださいと、大恐慌のさなか。命狙われると、そんな金の値を持ってたら。換金みたいな。とりあえず食い物がないとか、そっちの方が先になるわけですよ。割でね、金っていうのがね、鑑定してもらうのにすごい時間がかかる。だからまあ、早い話がね、マフィアとか、まあ日本でいうヤクザですね、ジャパニーズヤクザ。みんなロレックスの時計しとるんですよ。世界一換金が早いから。わかります？金の延べ棒持ってって、はい、お前うさんくさい偽物じゃねえのかって言われて、官邸にね、何それよりは、ロレックスを。まあそういう話は置いといて、私はそれでもね、実物資産は持たなきゃいけないと。要するに、こんな無制限 QE とかね、はい、中央銀行が不良債権買い取りのゴミ箱になってると、通貨の信任なんていつ起きるかわかん、起こるかわかんないと。で、こっからね、金利がね、FRB はなんとか長期金利の上昇を抑えようとして、これからね、1930年代にやって、今日銀の黒田さんが、長期金利の釘付け政策っていうのをやろうとしてるんだけど、それでも長期金利っていうのは普通はコントロールできないから、そうですね。上がったら大変な世の中になると。そうするとね、まあ本質的な価値っていうのは歴史的にはその金がなんで価値があるかっていうのは難しいけど、それを言葉にするのは一応、まあ、無限にないからと。ああ、限られてますからね、量がね。だからビットコインもそうしてるわけですよ、発行量を抑えてる。発行量は臨転機いくらでも回してるやつにインフレして値段が下がってくるんで。だから、ポートフォリオの一部として、まあ 10%、20% までくらいは持っててもいいんじゃないかなと。ただ、その、何ですか、その、実際に、通貨としてなんか危機の時に役に立つかって言ったらね、私は例えばニューヨークでなんか恐慌が起こったと、金交換してくださいって言ったら強盗に狙われるか、ひどい目に遭うか、そういうリスクの方が高いんじゃないかという気がしとるんですけど、ただまあポートフォリオに、そういうものをもうあのレーダー利用でさえ入れろって言ってるんですけど、私はね、もうそもそも金利のを生まない商品っていうのは買わないっていうのは昔注意だと。はい、バフェットも金買うんなら株買いって言ってたんだけど、私はもうこんなね、何でもありの時代に来ちゃったら、何でもありだし、絶対分散しないと危ないと。だから私はね、円もね、日本黒字国だからスイスと円は買われて、まあどっか円高の時代がこの後来るって言ってるんですけど、それ来た後はね、200円とか円安に、今度円安に転換するかもわからない。これむちゃくちゃやってますから、だ何が起こっても先ほどのマーケットニュートラルと一緒で大暴騰しようが大暴落しようがびくともしないと、壊滅的な損をしない、ポートフォリオを持つべきだというのがね、私の結論で、今皆さん儲けようとするより失ったらダメなんですよ。そうですね。だから相場で最も大切なことは大きな損をしないこと、そのためにはね、やっぱりストップロスっていうのは必ず入れとかなきゃいけないし、とにかく投資効率が落ちちゃって、一回資産が減っちゃうと、今ね、株が下がったと何パーセント戻ったとか、原油が何パー上がったとか言っとるんじゃないですか。
元本が減ってんだから何倍上がっても元に戻らんのですよ。元あった金が失われて小さい分母で計算しとるんですから。だから投資効率が落ちちゃうんで、うん、まあとにかくねストップをタイトにして、はい、まあどういう戦略がいいかわからないけど、私が皆さんにねおすすめできるのはこういうあのいかなる相場の方向性に限らず収益チャンスがある、投資手法というのを、まあ今はまあそれしかないと。でもっとリスク取ってね、やりたい人はまああの個別株でも何でもやればいいんですけど、はい、そこを打ったと思われるならやったらいいんですけど、それもストップロス入れてやるべきだと。いうことですね。はい、たくさん質問いただきましてどうもありがとうございました。そろそろお時間ですのでセミナー以上で終了させていただきたいなと思います。一応ねあのディスクレーマーを表示させていただいております。ご確認をいただければと思います。まあ、相場に皆さん絶対はありませんのでね、うん、なんかね絶対儲かるとかそういう話に乗ってたらえらい目に遭いますんで、はい、とにかく自分の頭で考えてやってください。そして最後にお願いなんですが、セミナーのアンケート感想ぜひ書き入れていただければと思います。はいはい、これかな、はい、これですね。こちらアンケート、ぜひ皆さんの感想をお聞かせいただければと思います。またねあのこういう機会を設けて、石原さんのセミナーを皆さんにお聞きいただきたいなと思いますので、ぜひ今後の運営の参考とさせていただきたいと思いますので、ぜひ感想メッセージお願いいたします。では以上で終了とさせていただきます。はい、皆様、はい、皆さんどうもありがとうございました。おやすみなさい。